お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対北海道日本ハムファイターズ、この一戦をお送りいたします。マリーンズの先発は右の佐々木、対するファイターズの先発は右の伊藤、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の佐々木、マウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは松本。次の球がラストボール、投げました、打ちました、グラブ弾いた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは中島。第6球を投げました、打った、抜けた、中島、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。さあ、次の投球、高めボール球打った、抜けた、中継、野村ナイスバッティングです。マリーン先制のピンチを迎えます。さあ、5球目打ちました、二塁ランナー、あっと弾いた、中村今拾った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。佐々木、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。マリーンズダブルプレーでピンチをしのぎます。右の伊藤、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは高部。第9、危ない球、第2球投げました、打った、流し打ち、ファルボール、投げました、打ちました、ライナー破った、レフト前のヒットになります。高め、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、投げた、初球空振り、第2球投げた、これもしかし空振り、タイミング合いません。第3球は高め、スタート、投球ボール、キャッチャー二塁へ、これは楽々セーフ、盗塁成功です。さあ、リプレイです。さあ、4球目ボール、投げた、スプリット、空振り三振、バットが空を切りました。さあ、先制のチャンスにバッター中村、大きな声援が届いています。まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。第1球投げた、1球目ストレート空振り、投球これから2球目ボール。第3球、3球目ストライク。第4球はボール、投げた、アウトコース低め、外れてボール。第6球を投げました、打ちました、1、2塁間への当たり、一塁送球、伊藤取ってアウト、マリーン。2回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは万波。第3球を投げました、打った、ファースト右横のゴロ、茶谷そのままベースに入ってアウト。バッターは6番八地。第5球投げました、打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番江越。第3球を投げました、これは引っ掛けた、ショート左横のフライになりました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。佐々木、この回ピシャッと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは清水。次が6球目、投げました、三振。左バッターボックスにはアルカンタラ。初球ファールから第2球投げた、打った、ショートの左、藤岡掴んだ、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。
打順はトップに帰って松本、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。打ちました。レフトの左にボールが上がっている。掴んでこれで3アウトになります。佐々木、この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で高部投げた、決まってストライク。いきなり150キロ。第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター下がった、ワンバウンドヒットになった。打ったバッターは二塁へ向かった。高部ツーベースヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。バッターは2番藤岡、今日2度目のバッターボックス。第1球投げた、外角高めへ外れてボール。さあ次の投球ボール。第3球を投げました、打ちました、グーンと伸びて右に切れました、ファール。ストライク。さあ投球は5球目、内角低め、ストレートは外れてボール。第6球を投げました、打ちました、いい当たり、1、2塁間の打球、ライトバックホーム、藤岡ナイスバッティング。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは中島。第6球を投げました、打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番野村、これが2度目のバッターボックス。第1球投げました、打ちました、初球打ち、左中間のフライ取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH のマルティネス。第6球を投げました、打ちました、打球はファースト左、チャタボールを掴んだ、一塁へ送る。佐々木取ってアウト、スリーアウトチェンジ。佐々木三者凡退に抑えています。4回の表が終わって0対0です。5回の表、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは万波、最初のバッターボックスは見逃し三振。バッターは6番八千、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば先制だ、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、先制ホームラン、白球は無情にもライトスタンドへ、ストレートを完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは7番江越、第1打席はショートフライに倒れています。初球を打ちました、1、2塁間のゴロ、中村取った、1塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番清水、今日2度目のバッターボックス。投げた、打った、ショート左横のゴロ、藤岡ボールを取る、1塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって1対0、佐々木とうとう打たれてしまいました。マリーンズ追う展開で迎える5回です。ノーアウトランナー1塁という場面で高部、初球打ち、センターバック、ワンバウンドヒットになる。中継、高部いいバッティングを見せました。マリーンズ逆転のチャンスを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。佐々木降板、マウンドに上がったのは東條、今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第3球を投げた、打った、打球はファースト右、アウト、チャタニそのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って松本、今日はピッチャーゴロと打った、センター方向に持っていきました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番中島、今日3打席目。第4球を投げた、アウトロー、空振り三振、最後はキレのある変化球、東條最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって2対1です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは野村、第3球を打ちました、セカンド左抜けるか、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者マルティネス、今日はセカンドへの併殺だと、
低めの球見逃し三振。第3球を投げた、打ったに当たりだ、抜けた。万波いいバッティングを見せました。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。代打は今川。に代わりまして今川背番号61。第3球はランナースタートを切った、三振。7回の表が終わって2対1、マリーンズ1点リードは変わりません。マリーンズリードで迎える7回です。今日3打数3安打高部投げました。初球打ち引っ張った、1・2塁間ライナーで破った。高部ナイスバッティングです。リプレイをご覧ください。左バッターボックスは2番藤岡。今日はここまで3打数2安打1三振。ボール。第2球高め走った、外れた。2塁送球は盗塁成功。マリーンズ重要な場面で盗塁を決めてきました。ファイターズ外野は浅めの守備を取ります。2塁タッチはセーフ。第3球を投げました、インコース引っ張った、ファール。第4球を投げました、外れた。ボール。投げました、打ちました、投げました、打ちました。レフトへのフライだ、レフト下がった、取りました。あと2塁ランナータッチアップ。マリーンズなおもチャンス。東条降板、右の小野、今日3番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9初球を打った、ショート左横のフライになりました。ショート落下点、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番清水、今日は三振とショートゴロ、見逃し三振。左バッターボックスは9番アルカンタラ、今日はショートゴロとファーストゴロ、打った。セカンド左横のゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。小野下位打線を三者凡退、0点に抑えています。8回の表が終わって2対1です。小野降板、そしてマウンド上はクローザー増田。最終回1点差でマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第6球を投げた、打った、痛烈な当たり、一・二塁間の当たり。松本いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。左バッターボックスは2番中島、今日はここまで3打数1安打1三振。第9投げた、見送ってボール。第2球ボール、アウトローへ。第3球を投げた、アウトコース、ボール。投球これから4球目、外れてフォアボール。増田ストレートのフォアボールを与えます。さあこれが試合を決定づける場面となるか。投球は3球目、あーっとショーフライになった、掴んだ、タッチはアウト。これでワンアウト、送りバント成功です。マリーンズなおもピンチが続きます。打った、前進守備ショート正面、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁3塁変わりません。投球これから4球目、あっと打ちました、ボテボテの当たりはショートゴロ、アウト。ゲームセット、マリーンズ1点差で逃げ切りました。本日の試合はマリーンズの勝利です。勝利投手佐々木朗希、西武増田、敗戦投手伊藤でございました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。